あ、そうか。マジか。バランスが、こいつだけ。楽だしね。自分は やる必要ないね。タレットに任してるから。この鳩をね、3つぐらい、4つぐらいか。あ、ほんとだ。めっちゃ速いこれ。マジ？ほら。そうそうそう。それを連続ジャンプしてる。じゃないみたい。すげえ機動力になった。すごいぞ。1個でこれだから、それにエナドレがなんか5個で、鳩が3、4個あると。なんかね、アマドコアみたいな軌道になるから。アマドコア。これ。するよ。確かに AC みたいになったよ。なったなった。この下に洞窟がある。俺落ちない？あ、ほんとだ。遅い！おー、来れた。で、この洞窟の奥になんか、ほんとなんかある。人間の、人形みたいなのがあるから、それを撃つ。マジ？怖っ。と、あれ？そうそうそう。あ、高橋さんも、あ、俺もアンロックされた。アンロックされたんで、落ちればいい。こんなんか落ちる。呪われそう。え、これ人のもらえんの？違う。ああ、そういうことか。移動にかかるコストを他の人が負担してくれるってこと。そういう意味の3枚持ってるね。そうそうです。で、ここショップがあって、こっちで、こっちがルナアイテム変えて、こっちになんか赤っ、あー、ほんとだ、ペンルナー。で、それはアーティフィシャル。おー、もうアイテム交換なんだ。うん、5個でエグ。モンテージはなんだっけ、高井さんが持ってたのかな。あ、これなんだっけ、あ、ジャンプ力が高くなって、ジャンプ力でなんかこうダウン攻撃ができるってやつか。ここにあれが売ってんだよな、シェイプドクラスが。この細長いさ、牙みたいなやつ、うん、ヘルツ半分になってダメージが2倍になるってやつ。すげえ。あ、出たー。この出たー、これこれ。取ったけど、すげえ。持ってったらやばい。あ、ルナコイン。マジ？行きまーす。行って、ちょっと待って待って、ハマった。ハマった。何？なんだ？なんだ？出して。出して。え、これ今ね、あー、こうそう。これでね、突っ込んだんだよ。シフト出して。スタック仕掛けた。あぶねー。Thank you。あ、いた。もう好きだ。わー、出てきた。レベル上がったから、ハマった。めっちゃ痛いんだけど。死んじゃった。嘘。あ、かも。あと5000だ。手づきで。5万だ。5万か。行こう。おー、ナイス。これで生き返る。なんだこのシールドの、え？あれなんかアセンダントっていうの。なんだそれ。何そのやばい、バックラの数。え、なんだこれ。バックラ5個もらったんだけど。おい、多分それボスの拾ったやつ全部持ってったんじゃない。ボスドロップ、ボスドロップなんかいっぱい出るときあるよね。条件分かんない。あとボスドロップ4個あるよ。マジ？何これ。全部で9個出てるから。あとはこの裏にあったりするんだけど、今回はないね。え、なんかとんでもないとこ来ちゃったんだけど俺。上見て、上、すげえ上にいるんだけど俺。お、え、登山家じゃん。え、なんで俺こんなとこ、すげえ大ジャンプしてこんなとこ来たんだけど。マジか。完全に物理演算がバグってる。すご、え、バグ見つけてくんのやめてくんな、そういう。すご、めちゃめちゃ高い。すげえ、すげえ。ペットなら虐げてもいいみたいな思考で。人じゃないから、ね、犬畜生だからいいみたいな。そんな今の時代通用しないぞ。
スペインのあのあれだろ、闘牛とか配信になってきてるしね。あ、そうなの？あ、そうなんだ。闘牛もそうだし、捕鯨とかな、日本の牛追い祭りとか。あれなくなっちゃう、刀剣とかあるもんね。あるよな。え、でもアメリカとかもあるでしょ、ブルファイトって。それは今いろんなとこでやってんじゃん。うん、じゃあいいだろ、闘牛ぐらい。闘牛ぐらいいいだろ。文化やん、文化な。文化を殺す必要はないやん。何の話だ動物保護の話。ミスコブレインツしながら社会問題に触れる。口だけ社会派やん。口だけだよ。何が社会派だ。社会派やな。俺がやった時はメガネと、イエーイ、メガネと、Thank you、 おめえ、これ買ってったろ。いや、俺コイン1個しかないから。何言ってもよく知らねえ。この人形みたいな、これやってみようかな。これなんだっけ、どれどれどれ、これこれ、ジャンプ力、高井さんが持ってるやつ。ジャンプ力強化と、ジャンプ力を、あ、スペースバー押し、長押しでなんかスラムできる。おー、叩きつけみたいな。いいかな、そんなに強く、うん、お前の円の範囲広すぎない。戦えるフィールドが広くなっていいじゃん。アイザワの、え、ほんと、なにこれ、気づかなかったから、でかすぎて。アイザワの絵にちゃう。え、マジ、じゃあ旗を、旗見つけたら高井さんに渡すわ。お前の絵マジか。俺が旗立てる意味ないもん、まるで。なぁ、でかすぎだろ。非戦闘時のリジェネアップ。あ、旗出た、旗出た、旗出た、旗旗出たよ。旗出た、旗出た。旗行くしかねえ。ルートボックス。開ける開ける。開けた。出るアイテムは普通じゃん。あ、旗出た、旗出た。シリンジ。シリンジは、ロボに預けてもいい。ロボいただきました。おいおいおい、どんだけでかいの出すんだよ、これ。レースの、いった何食った。いやー、エロ痛いんだけど、死ぬ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 とかわかんねえ。これはやばい、死んじゃった。やばいですよ、シールド役がもういないということは。これ切れたらシールドがなくなるということ。旗2個出てんのか、俺。俺もう旗いくつの中にいるかわかんねえもん。一応、あいつのちっちゃい旗の中で戦ってるけど、それ見つかかってるよ、これ。おー、いっか。おー、ボスボスだわ。旗いいっすね。ナイス。あー、フックか。俺死んだ。俺だけ。やばい。終わったな。エンジニアしかいないの。あれは大胆だ。さあ、頑張っております。フィールドが張り直した。ガスに切れる。うわぁ、打ち上げからのレーザービーム。すごいゾーン。急に削れてるの。痛い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 。いやー、放って飛んで、やばいやばい、これやばい。うわー、死んだ、さすがに。ヘルス半分になってるから。人気なキャラを連れてきすぎたんだ。しかも速くなってんの、足だけじゃん。足だけだから。エースとか速くなってない。あ、
あれはあいつ欲しいだろうなこれあいつ欲しいだろうなこれ6つあるな6つだったら俺2個拾ったから5つじゃん1いやこの木の上にあるほらあ本当？あ本当だ3つ拾おうか3つずつじゃあ俺あれ取りに行くわ木の上ね頼んますあいつこれ欲しいだろうなあすげえあーめっちゃ欲しいそれいやでもロボもこれ欲しいからイエーイイエーイ完成めっちゃ働くうわこれ早っアーマードコアだアーマードコアアーマードコアしようめちゃめちゃあるわそんなに山においでよめっちゃあるぞあ山においでよ山のすすめ山のすすめやばいアイテム量半端ないカキーやカキーやもう3回連続で出ない4回連続イエーイイエーイクソゲーすぎるカッサラッピー700をもらってるんだ確かにどれどれ俺がガチャをやってあげようほらハハ飲まれた花火が出た飲まれたぞお前1900は無理ださすがに出ないわ1900このガチャ渋すぎだろ UGO か FGO 重課金兵しか生き残れない FGO 重課金兵しか生き残れないっていう話を聞いてから俺兄貴が FGO してるの見ちゃったマジかよ あれはダメだぞ重課金兵しか生き残れないやつあ5000だこいつひょっとしてってなった重課金兵だ月3万ぐらい課金してやっと人並みって聞いたけどは人じゃないだろゲーム買った方がいい人じゃないだろマジか月3万もだってゲームに金かけたらえ月3万で人並みのソシャゲマジかそれもっといいスマホ買えよその3万で時計でもさ買えよ時計物買い放題じゃん、月3万なの。あ、来たぬいぐるみのプリンター来たぞマジかよみんな最強やん行くっきゃね課金しろ、課金しろぬいぐるみのプリンターはもう全てをつぎ込んでいい回しまくれ待って、俺はバンテージを着てるというのか捨てろ捨てろもう何でもいいぬいぐるみさえあればなんとかなるからぬいぐるみさえあればいいまあ8から10個ぐらいでいいかな OK 10個目指すわあー足首持ってかれた足首持って足首もう1個持ってかれたいいだろあもう1個足首持ってかれた連続かよまあ足首率が高いんで俺鍵持ってけワンド足首なんだよ鍵持ってけ鍵持ってけよまず持っておいおいおいなんで足首持ってくんだおかしい全部足首じゃねえかよ足首を犠牲にああやっと鍵持ってった遅えよ全部取得したタイミングとかあるあるのかなわかんないでも俺最近手に入れたシリンジ持ってかれたもんあ足が遅いしんだ何強いわ敵がこいつ難しいんだなあ、ロボだけだ。あら、どこにあれがあるの？知らねえ。知らねえ。俺じゃねえ。使えねえこいつら。なんだよ。ダメだなまだ。特攻して終わりですかじゃあ。頑張れ。ロボ見てるぞ。すべての攻撃をブロックできれば勝てる。すごい削られてる。めっちゃ削れてる。すでにだいぶ削られてる。重い重い重い。めっちゃ湧いてる。死んだ。特殊。あのトカゲ強いよな。トカゲ。勝て。勝て死んで。アティフィさんは難しいな。ああ人のスタッツ見れる。見れるよ。でもみんな同じくらいこ